千川アベニューホール VE クアント4は東京都調布市千川町にあるビル、千川アベニュー内で2009年7月1日から2014年8月31日まで営業していた音楽ホール。ビルとしての施設名は千川アベニューで、口実の通り千川アベニュー北プラザにテナントとして入居する形で音楽ホールを運営していた事業所名が千川アベニューホール。 v イ、e、ークアント法であり、本項目では主に校舎について述べる。ホールの音響設計は立花の秀樹。そういう仮面積245平方メートル、天井高6.5メートル、客席160人収容。全2階席構成で、1階席壁面には音響調整カーテンが装備されていた。ちなみに、この一帯には安藤忠雄氏の設計による 建築群が広がるため、一部でその通りを安藤ストリートということがあるが、千川アベニューの北プラザと南パティオのビル群は安藤忠雄氏の設計によるものではない。そのことから、この一帯の通りを安藤ストリートということに対して安藤忠雄氏やその設計事務所は公式に認めているものではない。VE クアント法はイタリア語でここにどれだけを有するだろうか。 という意味、ホールを救済したメンバーたちによる期待感が込められた名称である。また、1988年6月から2007年3月まで入居していた東方学園の内部では、別館ホールと呼ばれていたことにちなみ、V イクアント法は単語の区切りを変えると、別館、東方と読めるかけしになっている。京王線千川駅東南部の都道調布都市、 計画道路3.4、17号、狛江線側線工事着手予定計画により、当該土地で畑作を営んでいた、土地所有者の伊藤陽子が、畑の真ん中に都道が通ることになるため畑作を断念した。そして数棟の賃貸テナントビルを構想するに至り、地元で音楽学部を要する東邦学園大学を運営する、学校法人、東邦学園に呼びかけ、 東方学園が入居するビル群、仙川アベニューを竣行した。伊藤洋子が代表取締役を務める不動産取引企業の有限会社ハウジングプラザが土地所有者であり、またビル管理会社を兼ねて、同ビル内に事務所を設け、自前で管理メンテナンスを営んでいる。仙川アベニューは、テナント以外に東方学園が使用する施設と、 賃貸マンションで構成されたビル群であった。テナントとして、他にカフェ、アートギャラリー、ミュージアム、演劇場、弦楽器工房、舞台衣装店、美容室、フランス料理店、スイーツ店、高級防音賃貸マンションなどが入居していた。複数の棟は時期を違えて完成したが、本ホールが含まれる。千川アベニュー北プラザは1988年6月に完成し、 東方学園の内部では第二別館と呼ばれていた。この北プラザの内後部屋の防音教室と音楽ホール部分のみ東方学園が使用し、同ビルの他部分はテナントと賃貸マンションで構成されていた。その後東方学園が入居していた教室部分から退去し、有限会社ハウジングプラザが元教室部分を防音マンションに改装し、 賃貸マンションとして一般に提供することとなった。千川アベニューホール部分のみはその後も継続して東宝学園が入居していたが2007年3月末で東宝学園が全面的に退居した。2007年4月以降は千川アベニューホールを有限会社ハウジングプラザが自前で貸しホールとして運営開始した。古いアップライトピアノが一台設置されただけで 学屋もなく、施設内も改装されていなかったため、利用者がほとんどない状態であった。千川アベニュー内の賃貸マンション部分の入居者には、東方学園の在校生や卒業生らが多く、事情を知った東方学園 OBOG が立ち上がり、2008年より有限会社ハウジングプラザをサポートする活動を開始した。現代建築とアートの街であることにちなみ、 試験運用として、河合のクリスタルグランドピアノを特別に改造し、演奏の可能性を拡張した楽器を賛同者と共に用意し、ホールに提供した。発起人は、同ビル内の住人であった、東方学園、NO、OB の尾崎秀勝であった。本格的なコンサートグランドピアノを導入することで、運営できる可能性を見出し、 東方学園大学 OB の美細秀勝が正式に起業することで2009年7月1日に千川アベニューホール VE クアント4の事業名で開館した。こけら落とし公演は藤井和樹及び岩崎宿と弟のチェリスト岩崎公により行われた。納入されたのはファツよりのセミコンサートグランドピアノでファツよりピアノの響き板はストラディバリウスや アマティウス、グアルネリウスなどのクレモナの歴史的弦楽器と同じく、フィエンメ谷国産の赤頭皮で制作されていることに、ちなみ、岩崎港がストラディバリウスを持ち込んでのこけら落としとなった。ファツよりピアノの評判が非常に高く、たちまち中小ホールでは演奏しないような国内の著名アーティストや、来日するビッグアーティストたちが利用し、テレビ番組や音楽雑誌でも多く取り上げられる。 人気ホールとなり、レコーディング場所としても人気を博した。有名、コンサートホールとして稼働率が高かったが、2014年8月31日をもって突然閉館となった。閉館が地主の意向による急な展開であったため、事業主側も寝耳に水で設備を搬出しなければならず、インターネット上に数々のフェイク情報と批判が広がった。 公式サイト上で閉館の経緯と理由が情報公開された後は SNS 上の噂話は姿を消した。公式サイトによれば悪質なホール利用者とのトラブルが地主にまで及びよく事実確認をしないまま地主は急な方針転換により美術館化することを事業を主に通達したのが経緯とされる。人気のホールで稼働率も高かったため閉館の理由が 赤字、倒産、廃業ではないと公式サイトに説明されている。悪質なホール利用者とのトラブルとは、ホールに設置していた初寄りのグランドピアノに対し、利用規約で明確に禁止されていた内部双法を無断で実施する事件が発生したため、ホール側は利用者に損害賠償の請求をしたことが発端と公表されている。しかし、そのホール利用者が請求に従わず、 さらに払いせに、ホールに対し営業妨害と脅迫行為を繰り返し、さらに地主のビル管理事務所へ押しかけるなどの行為にまで発展し、地主を振動させた。なお、問題のファツりピアノのモデル、シルバーをはじめとする物品や設備は、事業主であった微細秀勝氏の個人所有物であったため、閉館と共に搬出された。年月より、新しいテナントが入居し、 古美術賞による美術館としての運営を開始したが、長くは入居せず退居した。再度テナントを失ったことから、有限会社ハウジングプラザが、千川アベニューホールとして、自前で歌手ホールとして運営開始することとなった。ピアノのない状態であった。軽音楽学院や東京シティオペラ協会を主催する河村慶一夫妻が、 新しいテナントとして入居することとなり、2016年4月に、センガーフィックスホールの名称で開館した。ハンブルクスタインウェイの B 型ピアノモデルが、納入されているため、ピアノソロや、室内角よりも、川村の人脈から、各局の伴奏用途を中心とする公演企画で、使用されている。開放バックナンバー282号、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会。 公式サイトありがとうございます。